前代未聞、羽生結弦に衝撃、手のひら返しか。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そっち平イの冬季五輪二連覇応者でプロフィギュアスケーターの羽生結弦が26日、スケート界史上初の単独による東京ドーム公演、ギフトを開催。 北京冬季五輪で飛び切れなかった因縁の四回転サルコーを成功させるなど圧巻のパフォーマンスを披露し、ドームに集まった観客3万5千人を魅了した。アイスショーは観客キャパ3000から1万人規模の会場を使うのが一般的で、単独でのドーム公演は前代未聞。さらに、今回はチケットが一番安い2階スタンドの A 席でも2万3100円と高額で、一部メディアで、 客席が埋まらない可能性が高いと指摘されたほか、業界内でも、さすがに無謀ではといった意見が目立った。ところが、昨年12月にチケットの抽選結果が出ると SNS 上で、落選、報告が続出。当日を待つまでもなく、超満インフラ止めが確定し、業界からも驚きの声が上がった。公演が大成功となったことで、各メディアは絶賛一色に。 ドームでのアイスショーを疑問視していたようなメディアは、結果を見せつけられて黙り込むしかなく、完全に風向きが変わったようだ。また、業界内でも多くの関係者が、手のひら返しをしているようで、国内の広告代理店などはもちろんのこと、中国などの海外企業もハブに急接近しようとしているとビズ、ジャーナルが報じた、宮城県仙台市泉区出身のフィギュアスケート選手、 1994年12月7日生まれ、全日本空輸、ANA、所属、2014年ソチオリンピック、2018年タイヤマサオリンピック男子シングル金メダリスト、羽生譲のプロフィール、09年ジュニアグランプリファイナルを14歳の史上最年少で制覇。10から11年にシニア転校。11年3月、アイスリンク仙台で練習中に被災、12年世界選手権銅メダル。 同年5月に練習拠点をカナダトロントに移す。12年全日本選手権優勝。14年ソチゴリンでは SP で史上初の100点超えとなる101.45点をマークし、日本人男子初の金メダルを獲得。同年の世界選手権も初優勝。16年グランプリファイナルで史上初の4連覇を達成。5連覇のかかった同年の全日本選手権はインフルエンザで欠場した。17年11月。 NHK 杯公式練習で転倒し、右足首の人体、人体を損傷。18年の平正オリンピックは約4ヶ月ぶりの復帰戦にもかかわらず2大会連続で金メダルを獲得した。7月に個人では史上最年少となる国民栄誉賞が授与された。家族は両親と姉。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。